いや小学校の時にこのサッカースクールみたいなの入ってたんで、みんなでこうちょっと自分の町から遠いところの大きいこうスポーツ用品店にスパイク買いに行こうって。で、あ、友達と行って。友達と行って、うん、で5人ぐらいで行って、うん、で5人ぐらいでスポーツ用品店に入って奥の方に進もうとした時に、後ろからあパンツ見えてるっていう声が聞こえたんですよ。パンツ見えてるって声が聞こえて、僕ら5人とも振り返ったんですよ。パンツ見えてるって言われたから、まあ、反応する。いや反応するじゃないですか絶対ね。パッて振り返ったらヤンキーが5人ぐらい並んでこっち見てるんですよ。おだからパンツ見えてるっつって反応したやつ絡もうとしてたんですよ。ああ、でその瞬間5人パッて見て、すぐパッて前向いたんですよ、うん、やばっと、やばって。もう5人が全員同時っすよ。同時じゃない、同時パッパッて感じですよ。じゃあヤンキーのやつが、おいお前パンツ見てたなみたいな、けども5人とももう願ってんすよ。自分じゃない、俺は俺じゃないっていう。5分の1でしょ。そう、5分の1っすから。誰のことか分かんないから、もう前向いたままっすみんな、うん。でバーって近づいてきて、ヤンキーが、お前やって、何無視してんねん、おいって肩叩かれたのが俺やったんですよ。いや嘘やんみたいな。いやすごいね。いやみんな見てたやんみたいな。同時でしょ、だってもう同時やったから、パッパって、うん、でもうみんなバーってまっすぐ行って、ああ、もう私、もう我々見てません。その4人はもうだから俺とも知り合いじゃないみたいな感じで、もまあまあけど気持ちは分からない、気持ちは分かるし、俺もいやお前も見てたとも言えへんし、言えないね。でヤンキーの人が、お前パンツ見てたなみたいな、もう腕こう肩かっ組まれて、うん、いやいや、もう怖いや、小学生やし、うん、中学生ぐらいのヤンキーに、いや、見てないですみたいな、いやいや、もうええから、ちょっとこっち行こうやっつって、裏のガレージみたいなの連れてかれて、5人ぐらいヤンキーに、うん、お前パンツ見てたやろずっと、いやいや、見てないっすしんど、お前スポーツ用品店にパンツあろう思たんみたいな見てないっす。確かにな、確かに。じゃあ、一人だけ女の人がいたんですよ、ヤンキーの。お彼女かなんか分かんないですけど、うん、リーダー格のやつはその女の人に、おいっつって、お前パンツ見したれやみたいな言われて、うん、もうそのヤンキーの女の子 もう俺小学生やし、もう別にいいよみたいな、俺パンツ見してあげるみたいな、からかって。もうでもずっと俺下向いたまま、こう、いや見てないですよ、パンツ見ろよお前っつって、パンツ好きねんのみたいな、パンツ見てないやんけ、パンツ見えてんぞみたいな、でずっと、いやパンツ嫌いですみたいな嫌いです嫌いですっつって、でもそのままバーって戻って、うん、めちゃくちゃ気まずいね、友達に。もうパンツ見てたやつやと思われてるし、うん、でバーって友達でおいて俺パンツ見てたかなみたいな見てよ、もうけよみたいな、きついよ。